新井博史中は、日本の競歩選手。長野県上高江郡小布施町出身。福井工業大学卒業。現在は富士通陸上競技部に所属。2016年リオデジャネイロオリンピック男子 50km 競歩道メダリスト。2017年世界陸上ロンドン大会男子 50km 競歩銀メダリスト。長野県中野実業高等学校2年から競歩を、始めた。 福井工業大学を卒業後、石川県内のホテルに所属して、競技を続けた。2011年世界陸上を 50km 競歩に出場して10位になったが、2012年ロンドンオリンピックへの出場は叶わなかった。2013年より自衛官となり、自衛隊体育学校に所属。2015年4月、日本選手権 50km 競歩で、 自己ベストをマークして初優勝。同年8月の世界陸上 50km 競歩では4位入賞を果たした。さらに2016年に本選手権 50km 競歩でオリンピック派遣設定記録を上回り、同年のリオデジャネイロオリンピック 50km 競歩日本代表に選出された。リオ五輪では3時間41分24秒で銅メダルを獲得した。 日本競歩会で初の五輪メダルとなったほか、長野県出身者としては初の夏季オリンピック個人種目の男子選手のメダリストともなった。埼玉県から彩りの国功労賞を受賞。2017年4月、日本選手権 50km 競歩で2年ぶり2度目の優勝。同年8月の世界陸上 50km 競歩では銀メダルを獲得。 2018年5月、IAF 世界競歩チーム選手権大会のシニア男子 50km で個人優勝し、団体でも金メダルを獲得。富士通でコーチを務める今村文雄の指導を仰ぐため、2019年1月末で自衛隊を退職。同年2月17日、埼玉立教の選手登録で日本選手権 20km 競歩に出場し、 同種目の自己ベストをマーク。同年4月1日に富士通へ入社。リオ五輪では3位でゴールインしたが、レースの最終盤でカナダのエヴァン・ダンフィーに一度抜かれた新井が再び抜き返そうとした際に腕と肩付近が接触したとしてカナダチームが反則であると抗議。審判長により抗議が認められ、新井は失格処分となった。しかし、 その後日本陸上競技連盟側が不服として上訴し、国際陸上競技連盟の理事5人の裁定により、再度一転し、新井が銅メダルを獲得した。新井はゴールして、カナダが抗議したと聞いて、失格になるかと思ったが、皆さんのおかげ、無事確定しました。悪いこととは思ってなかった。レース後、カナダの選手から謝ってきてハグした。選手同士に、 問題はなかったと状況を振り返った。ありがとうございます。